ピノ、ちょっとちょっとちょっと、はい、ちょっとちょっとちょっと、やばいのよピノ、やばい本当に。どうしたんですか。今日、うん、11月16日見てほら待ってるでしょ。もみじが待ってる。そう、もみじが待ってるのよ。そうでね、うん、大事なのが紅葉レシピというこの10日間限定のスペシャルレシピが登場するわけよ今回。うん、この紅葉レシピを取って飾り付けして紅葉ステージ作ったぜっていうのを出したかったんだけど、しかしねこの紅葉レシピちょっと約3時間ねちょっと粘ってみました。風船しか出てこないんだけど、このレシピは風船を3時間割り続けた結果手に入れたレシピ2つです。やばくないこれ、もう幻と言ってもいいと思う。今回の企画はですね、紅葉レシピを先にゲットした方が勝ち、対決対決やっていこうと思います。ね、見つけたら勝ちってこと？そうそうそう、何でもいいから紅葉レシピ一つ手に入れた方の勝ちで。ほうほうほう。それじゃあね、用意ドーン。ドーン。はじめ。はじめ。てて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 。ルルルルル。まああと言いつつもね、結局風船を待たなきゃいけないっていう。じゃん。じゃん。ドゥーン。何やってんのそれ。鈴木鈴木ってお前いらない。いらない。今の時代で鈴木釣ってるやついるんだ。まだレシピをね集めたことないですよって人がいるかもしれないんでね、ちょっとね簡単にじゃあ説明しておきますね。まずねこうやってねたぬき商店にでもいいのでね、何か労働に挟みます。家の中入るとか飛行場でもいいんで、でまあ出るのよ。ここからね出入りして一回ロード挟んで出てきてから5分、今なら10時21分なんで20時26分に出てくるんですよ風船が。そしてこの前も言ったけど煙突のこの煙が出てる方向、今だったら左に流れてるからこっちから来るということが分かりますね。つまり26分にこっちから何やらの風船が流れてくると。これが多分レシピの今最短で集めやすい効率的な方法だと僕は思いますね。皆さん、この服装おしゃれだなと思う方はですね、チャンネル登録と高評価お願いします。ペヨンジュンみたい。ペヨンジュン誰かやねん。イケメンやないかペヨンジュン。ちょっとまあそうすぎるなって思う方はチャンネル登録高評価通知音お願いします。おお、きた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 。まず一つ目風船。はい、でねもう俺はねもう風船割りの達人なんで何が入ってるか当てます。ちなみに、ね、これ黄色の風船なんで、はい割りました。これ黄色の風船ね。ピノ何が出ると思うこれ。黄色はねベルです。お、俺もベルだと思います。いきますよ。それでは一つ目の風船がこちらです。ふん、あれえベルじゃないじゃん。あ、木の実だ。いやこれ紅葉レシピだ。終わった？あ、来ちゃった。え、あ、そう、本当に？本当に。あら。え、本当に？本当に。木の実じゃないの？え、来ちゃったこれ。え？負けた。風船取ってない。割ってすら。負けた。割ってすらないなんて。来ちゃったこれ。どうしようかな。企画終わっちゃったな。ピノも来た。あ、ピノも来た。黄色だ。あ、ピノも来た。じゃあ、ピノも見とこうか。さすがに来るよね。はい。来た。開けます。はい、お願いします。オープン。出るんじゃねえかよ。これが現実。まあ分かった分かった。ちょっとまあさすがに1回目だからもうちょっと延長しよう。さすがにね。そう、ここに落としたのであります。何？貴様、2つ目か。青色の風船でございました、はい、なるほど。それでは開けたいと思います。お願いします。オープン。地球儀来ました。黄色の風船来ました。おベールベールノンノンノン。もうそんな甘い世界じゃないです。ベールベール。あー間違えた。おっと、温泉を回収してしまったようです。やっちゃったやっちゃった。誰も入っていなかったのでしょうか。やかましいよ。人気だよここの温泉は。たまにここエイプリル使ってるよ。ジュアル、それはジュアル。ピノさん好きな食べ物何？明太子。
好きなお菓子。明太子。もう好きな本。明太子。お前病気か。お前明太子しか言えないのか。急に明太子病になるの。好きな食べ物何ですか。好きな食べ物。はい、もうありがとうございました。まだ言ってねえわ。出てこーい。出てこーい。最悪。出てこーい。海のチロールが待っているるるるるる。チロルを海に沈めちゃえ。ダメだろ。どんな歌詞や。急に残酷な歌詞やめろよ。お前、チロル大事にしろよ。お前はほんま。ジュン君どうしたの？なんかまたどうしたの？何？うん。うん。ローマな服を衝動買いしちゃったんだ。あ、そうなんだ。変わってるね。うん。え、僕には必要ないものだって後で気づいたんだ。あ、そうなんだ。うん。君さえよかったらいくらで買い取ってもらえると助かるんだけど。俺のことメルカリだと思ってる、ジュン君。フリマアプリだと思ってる？いらないもの買ったらすぐチロルに言って買わせようって。何その話さ。3276ベル。高いし。めっちゃ波数刻んでくんね。何？いやもう、ジュン君に言われたら仕方ないけどさ、ちょっと負けてほしい。ちょっとだけ負けて。これ以上は無理だよ。話持ち出しといても、それはないだろ。2520ベルだよ。え？ローマの服？うん。嘘でしょ？まさかまさか。あたったローマの服。2520ベルなんだけど。ジュン君？もしかしてこれ俺に買わせようとしてた。しかも3270何レベルで。おお、ローマな服を衝動買いしちゃったんだ。あ、そうなんだ。変わってるね。うん。いくらが一応聞くわ。3276ベル。3276ベル。俺もジュン君のこと信じれないもん。転売ヤーだもん、ぶっちゃけ言うの。彼転売ヤーだよ。そんなこと言ってたら風船来たわ。うそん。来た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 。三つ目。お、三つ目来た。青色だな。うわ、青色って一番信用できない。青色風船。レシピ出たら勝ちです。いきます。こちら。お。え？すごくない？動画撮り始めてからすごくない？来たんだけど。俺の勝ちでいい？これ。